皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。本質的なことは10月23日に発売となる桜坂46のテンスシングル「IWANTTOMORROTOCOME」の共通カップリング曲。動画「本質的なこと」のティザー映像10月23日に発売となる桜坂46のテンスシングル「IWANTOTOCOME to」に収録される共通カップリング曲。 本質的なことの先行配信が決定した。10月9日に大阪・大阪城ホールで行われた三期生ライブ千秋楽の終演後にサプライズで解禁された。突如、スクリーンに歌詞とともにティザー映像が映し出され、本質的なことは三期生楽曲であることが明らかに。また、本楽曲は遠藤理子が初めてセンターを務めるということも判明した。音源は 10月10日0時よりストリーミングダウンロードの先行配信がスタートする。3期生ライブは9月12、13日に行われた東京、国立代々木競技場第1体育館での東京公演が見切り席含む全県種がソールドアウトとなったことを受けて10月8、9日に大阪城ホールにて追加公演が開催された。リリース情報2024年10月4日オンセール。 デジタルシングル「僕は僕を好きになれない」2024年10月10日オンセールデジタルシングル「本質的なこと」2024年10月23日オンセールシングル「アイオントトモロー・トゥ・カム」どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。